これ世の中のその手法を使ってる男たちから駆逐されるかもしんないんだけど、これマジで、これガチ裏技だから絶対拡散すんな。これ消される可能性がある。俺が他のアプリでは適用されないんですけど、みたいな話だね。やっていきまーす。意外とうまくないでしょ。こんにちは。喉だいぶ良くなった、だいぶ良くなった。あのね、精密検査をした、レントゲンを取って、薬をね9錠飲んでる。未だかつてない量の薬を出されて、咳止め、痰止め、あと喉ってやった時、あーって言ってた。これはまずいねみたいな、あーみたいな。まあ相当良くなったから、多分あと 2,3 日でほぼ完治するんじゃねえかな。そしてすいません、明日の配信の予定していたのが、えなこさんと7点とスタンミジャパンで雑談配信をしようという話でディスコードを開いていたんですけど、えなこさんの事務所の方が、僕たちの配信を見たらしく、えなこさんから正式な NG が出ました。今回コラボすることに関してダメだったか。準備期間が長すぎた。巻き込むにはね、ちょっとスピーディーさが必要だね。断る時間を与えてしまった。配信の内容的にはなんかやっぱり事務所的にはやばいことが結構あるんで、霜とか話しちゃいけないっていうんで、なんか霜みたいな話が出たら別チャンネルに移りますねってなんかそう言ってたので、普通に通話してていきなりチンコって言ったら、レナコさんがピポンって言ってディスコとかいなくなったら、うわーそういうかおもろいな、シュールでおもろいなと思ってたの。バカすぎることをしてなかったんだけど、で単純にケンキさんとのことを聞く配信者っていないから、俺らが聞いてみようっていう、聞いちゃおうぜぐらいのテンション感だったんだけど、ちょっと先に逃げられましたね。残念ながら。さすがですね。代打とかちょっと考えてなくて、今どうしようかなっていう感じになってるんだけど、明日のとりあえずやりたいことっていうのはちょっとやられましたと。ちょっとダメですよが入りました。まあ、いつも通りラジオでもいいかなってのあるんだけど、ちょっとにゃんたこに送っとくか。にゃんたこに明日雑談配信するんだけど来る。元でしょ、確かに。元ではあるったか。まあいいか。それこそお姉さんだからね。あの人何歳したっけ ?31? お姉さんの恋愛観を聞きたいっていうのはあるね。本人確認あるのになんで消えないやろな。俺これね、マジで言うのもやってたけどね。今配信何人いる?いやー!これ世の中の、その手法を使ってる男たちから駆逐されるかもしんないんだけど、これ拡散しないって約束してくれるんだったら、絶対拡散しないって約束する。今約束できるかどうかコメントして。約束するって言え。超有料級の裏技を教えてやるよ。ですね。他のアプリでは適用されないんですけど、みたいな話だね。で、あれって、なりすましが OK までは言わないんだけど、他の人の写真を登録してても何も言われないわけよ。何も言われないんだけど、性別を偽っても一発目は何も言われないの。だから、登録して、一発目は女の子の可愛い写真で登録するんだよね。で、そうすると、もうおちんぽって簡単だから、簡単にいいねが9999完走します。一発でカンストして、内部レートがバカ上がりすんの。この人人気あんじゃん、有料ユーザーだっつって。で、それをした後に、プロフィールを自分のに戻すんだよね。
これマジで、これガチ裏技だから、壮絶な裏技だから絶対拡散すんな。これ消される可能性がある俺が。これちょっと今回俺アーカイブ消すかもしんない。そのレベル。今日のアーカイブ消す可能性がある。まあ、ワザアップでした。スタミジャパンからプレゼント君たちに。基本的になんでこれが、でしか、通用しないのかっていうと、他のアプリとかは身分証明とかをしないといけないんだよね。それは普通では通用しない手法なんだよ。今時マッチングアプリって、なんかその免許証とかをパチって写真撮って登録ってやんないと。そういうのが激ヤマな、で、しかできない手法。まあ興味のある方はね、やってみたらどうでしょうか。内部レート上げるとなんか利点あんの。でもその話は終わり。そういえば、質問箱やっとくか。結構軽め。人生で一番恥ずかしかった話ですね。どんどんこれ投稿してほしい。マジで見るのおもろいからさ、俺。ここら辺。はい、じゃあ行きましょうか。じゃん。クラブで持ち帰った超可愛い子を脱がしたら実はお釜だった。引くに引けなくなったので、ケツ穴確定した。でも、いるよな。お釜の子の方が可愛かったりするよね。こういうの結構います。似たようなのが 何人かいた。おかまとしちゃったよ、みたいな。じゃーん。元カノに、行くとき、白目向いてたよって言われたとき。付き合ってるとき言ってやれや。これ、はずいな、マジで。もう、修正しようがないやんね。別れてしまったんだから。付き合ってるときならさ、そこから修正してさ、かっこいい顔で、そのことをいたせたかもしんないけど。行為の時すべて白目を向いてたっていう事実だけ残って、すべては過去になっただけ。次に活かせないから、これ。終わった後に言うのやめてください。あー、これちょっとね、なんかエモさを感じた、一つですね。大学生の頃、バイトの給料日に何も知らずに歌舞伎町のキャッチに10万騙し取られ、しかも女の子は来なかった。やけくそになり、残りの給料1万3000円でどうにか抜かなきゃ気が済まないとなった僕は、バカなので違うキャッチに1万3000円しかないからこれで紹介してくれと頼んだ。今度は紹介された子が来てくれたが1万3000円で本番はなしだと言われ、その場で崩れ去った。事情を聞いてくれたので説明したら、無知は狙われるから歌舞伎町にはもう来るなよ、と念を押され、道場から本番をさせてもらっただけでなく、その日の宿代とコンビニでタバコ1本かまでおごってもらった。それから二度と歌舞伎町には行っていない。優しいわ。深淵の深みも残しつつ、その中で優しい物語に出会いましたみたいな。あったかいね。お前もお前でよく10万円大学生のバイトで10万円の女の子と会おうとすんだよ。高野乙女が過ぎるだろ。これ面白い。数ヶ月ほど前、興味本位で初めて女性用の風俗を利用した時の話です。待ち合わせ場所に現れたイケメンのお兄さんとホテル行きました。ホテルでは、お風呂で体で洗われたり、ベッドでいろいろ責められたりしたのですが、恥ずかしくて逆に何も可愛い反応が出てこず、え、こんなこともしてくれるんだ、すごいねと言い切ってしまった自分がとても恥ずかしい。私もいろいろ経験してるけど、人生経験できた女性用風俗、こんなことしてくれるんだ、まあまあだね。上から目線。これ多分一人になった時マジ恥ずかしいんだろうな。しかも多分こういうの分かってるしね。思い出した時に消えたくなるような恥ずかしさ、ちゃんと。中学 3年生の時、一時期流行ったミクチャという配信アプリで配信をしていました。声変わりをしたてだった僕はかなり低めになったのもあり、社会人のお兄さんキャラで顔を出さず配信をしていました。数十人もの人が自分を相手してくれる。そんな幸せ学校では味わえませんでした。しかし、そんな幸せもつかの間、どこからかそのアカウントが漏れてしまいました。友人クラス、そして校内全体と知り当たり、カースト上位から常にいじられる日々が卒業前続きました。ずっと学校では笑っていましたが、失ったものが大きくて、一人でおいおい泣いていました。これ多分ね、中学、まずここが間違ってんだよね。声変わりしたてだった僕はかなり低めになったのもありって言ってるけど、多分なってない。
まんまお前だったんだよね、これって。じゃないとバレないもん。これなんていうのこれ。アラーム音をペコラがデロクエのテーマソングを歌ってる音にしていた時期があったんだけど、会社のロッカーにスマホをしまって仕事をしていたら、10時ぴったりに少し離れたオフィスまで聞こえてくるくらいにペコラが歌い始めた。全身の穴という穴から火が出た。これか。これは聞いて、これは面白い、これ普通に面白いけどね、これえぐいけどな、ロッカーの中になってたら。学校のロル仲間がセミ男の話をしだしてきて、本人の前で話してることのを知らずに楽しそうに話していたのを見て面白く、少し照れて恥ずかしくなったこと。怖くね。前回の俺の配信を見てる人なら分かったんだけど、分かると思うんだけど、学年でセミをどれだけ長く育てられるかが流行っていて、それで、好きな子のセミがセミを好奇心で食べてしまい、それ以降好きな子が新しいセミを飼い始めてもバレないようにセミを食べていました。いつも顔からセミが消え、泣いてるその子を慰めるとか、とても楽しかった。計15匹くらい食べて、当時油ゼミとニリゼミが自分の好みだった。今見てもこれで、それのこれ投稿したやつがこいつなんだよ。チタンミの YouTube でさ、セミ男ってやつがいてさ、小学生の時好きな子のセミ15匹食べたらしいぜ、決めよな。それ俺だけどね、マジバケだから。まだ本人からの投稿でした。